はいどうも岡村です。というわけで今日もランクマッチやっていきましょう。今日は2万位台からのスタートですね。対戦相手のカリムノさんよろしくお願いします。これガブリアス、なんか最近ガブリアスのねドラゴンテール型っていうなんか新型が流行ってるらしくて、多分そいつだと思われる。なんでそいつに強く出れそうなメンツで勝負しに行きたいな。ボトムが重いんで初手ジバコイル出して、で、ミミッキュ出して、あとブラッキー。行きましょうか。なんか最近さ、ウルガムスだったり、コネウザルだったり、なんか、ガブリアスのドラゴンテール型だったり、なんか、耐久型のポケモン増えてきたよね、めっちゃ。そいつらに対処できるようにパーティー構築しとかないと、なんか、全然勝てなくなっちゃうんで、なんかそこがね、最近難しいと、ポケモン感じるところです。はい。ここは、ガブリアス引きをケアすると、10万ボルトあんまり打ちたくなくて、でも10万ボルト打つしかないんで、ここは10万ボルト打ちます。どういうことかよくわからんけど。あ、スカーフ？はい。スカーフか。いや、スカーフじゃないのか。普通に、相手の方が早いもんな、種族値的に。ってことは、単純にボルトチェンジを押してきただけ。相手ドドゲザン、ドドゲザンってことはガブリアスいないのかな。ここでドドゲザンは苦しくないか。相手ドドゲザンよりジバコイルの方が種族値早いんで、ここは上からボルトチェンジで逃げます。で引くで、リスナーさんからもらったブラッキーいきます。このブラッキーね、色違いなんだよね。色違いブラッキーかっこよすぎない？マジで愛用してます。ありがとう。で、これ5つ目でダメージ入れて、で、しかもこのブラッキー結構強いんだよな、シンプルに。シンプルに強いっていう。ここでドドゲザン倒せれば大きいんで。オッケー！ブラッキーちゃんかわいい！青色のブラッキーめっちゃ好き。こいついるとなんかパーティーにすごい安定感が増して、なんかカバルドンも結構強かったんだけど、まあカバルドンよりブラッキーの方がなんか耐久面優れてる部分が多いんで、あと電磁波を覚えるってところがね、個人的にポイント高くてこいつ採用してます。でここはどうしようかな。あー、バークアウトから入ればいいかな。いや、電磁波から入るか。電磁波から入りましょうか。プレイヤーソング、相手の方が上から打ってくる。あ、電磁波当ててくれる。いい働きするわマジ で。痺れて、で痺れると素早さが2分の1になるので、次はこっちの方が上から攻撃できる。なんでここ上からバークアウト打って、で抜群で入れつつ相手の特攻を下げていく。はい。で、これで次も受けれるようになる。で、こっちの方が抜群で入れれるんで、ここはね、有利にダメージレースを進められますね。もう一回バークアウト行きましょうか。あ、いいダメージだ。大活躍、ブラッキーちゃん。あ、もうガッチガチ。負ける要素がない。この戦いに。で、ここは、どうしようかな。一回月の光で回復しよっか。月の光で回復して、HP 管理する。あ、怠ける。相手も回復ターンだね。今回はね。相手は麻痺っていう、常にね、30% ぐらいの確率で麻痺るっていう恐怖に怯えてるはずなんで、ここはこっちの方が有利。まあ、いつか麻痺る時を待ってバークアウトを押し続けましょうか。はい、痺れて動けない。ナイスだ、ブラッキーちゃん。で、これで特攻ダウンが入る。余計耐久できるようになる。いや、強すぎる。あ、鬼火。はい。相手たまらなくなって状態異常を押し付けに来た。まあ、やけど押し付けられたところでブラッキーにはあんまり意味なくて、イカ様も相手の攻撃力を利用して出す技なんで、正直、関係ないっすね、このやけどは。で、ここバークアウトで。
相手がまひってくれたらこのまま倒せるんだね。ここは一回バークアウトで、相手の特攻を下げる。はい、痺れて動けない。やばい。ブラッキーが強すぎる。そして害悪すぎる。多分使われてる相手うざいだろうな。たまらんよな、こんな方使われたら。その HP のラウドボーン取っとく意味ある。あ、ジバコイル、ジバコイル用かな。でも一応俺のジバコイル、ラウドボーンより、ラウドボーンが S1 振ってる個体より速いように素早さ調整してあるんで、多分勝てると思ってる。でここはどうしようかな。バークアウト一回入れたし、一発耐えそうだけど、ここは一回地場引きかな。地場引きで特殊戦に持ち込むんかな。相手悩んでるな。包帯読みとかしてこないよな。相手目線ボルトチェンジが安定場面だもんな。ハイドロポンプ強っ。大丈夫、次の攻撃耐える。地場コイル頼むよ。耐えてね。耐えるよね、地場コイル。頼む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 。いやーいやー、マジか。おー、マジかマジかマジか。生きった生きった生きった。完全に生きった。やべ、でもブラッキーに頼るしかねえわ。え、特攻1段階ダウン入ってるよな。それでこの火力はやばくない？メガネでしょ、明らかに。メガネの火力だから、まあ、ハイドロポンプ外し狙って月の光撃つか。あ、強すぎ。あの、耐久できるね、これ。ブラッキー、こいつ物理に結構熱く振ってるんですけど、努力値。それでも、元々の特攻種族値が130あるんで、なんか今回ブラッキーの動画になりそうだな。ブラッキー強すぎるーっていう動画。相手のハイドロポンプ外すの待てばいいだけなんでね。何これ。あー、ラウドボーン今更出てくる。それは意味なくて、むしろブラッキーに体力管理できる時間をもらっただけで、ここは相手麻痺ってるんで上からバークアウトで、よっけ。あ、引っ込めてくる。え？あ、ロトム。ラウドボーンめっちゃ大切にしてくるな、相手。なんで？で、特攻種族値下げて、ブラッキーで受けれるようにする。バックアウト強すぎん？あ、テラッサルしてくるんだ。なに？フェアリー？なんか最近ロトム、なんかフェアリーテラッサル流行ってるよな、ちょっと。これどうしようかな。抜群で入れられたらさすがに、ブラッキーきついんじゃない？いや、まあ十分すぎる耐久だけどな。これどうしようかな。あえてノーマルテラッサルにする？ノーマルテラッサルにして月の光したら、相手だいぶきつい？いや、でも次、耐えないか。さすがに。さすがに耐えないよな、これ。どうしようかな。相手、あとロトムと瀕死のラウドボーン一体、ミミッキュでノーマルテラッサルする意味あるか。ないよな。いや、でも一応取っとくんかな。いや、でもミミッキュでテラッサルは切らないから、ここ一応テラッサル切って、月の光とか撃っとくんかな。もし相手が、相手の攻撃耐えたら大きいんでね。バックアウトで特攻下げてるから、ワンチャン耐える可能性はある。お前の種族値見してみろ！おー！耐えろ！おー、やばすぎ！やばすぎない？え？相手もうメガネだからさ、もうこれあれだよな、押し切れないよな。一回引くしかないよね。ではここ月の光でもう一回 HP 管理しましょうか。
相手目線ブラッキー倒せないんで、一回引くしかないよ。もう硬すぎ。月の光で HP ぐいぐい回復していく。やけどをもろともしない。強すぎる。このブラッキー、テラスタルする前提で使ってないんですけど、今回たまたま刺さりましたね。ノーマルテラスタルだ。ロトも引っ込めてくる。あ、じゃあ月の光でよかったな。ここはバークアウトでラウドボーン倒す。で、あと、残り1体ミミック残ってるんですけど、そのミミックが、呪いミミックなんで、ここは、ブラッキーの仕事は、電磁波打って、相手の素早さを下げとけば、もうこいつの仕事は完璧。電磁波だから、これを当ててくれれば、もう申し分ない。トリック、はい。こだわりメガネ。オッケーオッケーオッケー。いい、いい、いい、全然いい。電磁波当ててくれたらオッケー。あー、外す。まあいい、いい、いい。あと一回電磁波打てるチャンスがある。これ電磁波打ちましょう。電磁波、電磁波。いや、これ一発耐えるから。オッケー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 。電磁波入れて。頼む、頼む、頼む。オッケー！ナイスだ、ブラッキーちゃん！嬉しい。ブラッキー活躍して嬉しい。こいつ採用してから順位がね、2万以内安定するようになったんで、まあ、やっぱり強いんだろうな。で、ここはもう退場ですね。もう適当に。相手、スカーフ型なんで、悪巧み積んでくるとかそういうこともないだろうし、もうここはもう適当に、ただ電磁波打ってるだけで。ありがとうありがとう。よく頑張った。で、あと1体は、今回初採用ミミック、通称メンヘラ型ミミック。こいつは、呪いで相手の HP をゴリゴリ削ってきます。で、基本的に受けパだったり受けパだったり、あと自分より遅い相手に対してはかなり優先に出れるんで、まあ、このミミック見ておいてください。で、これで呪いダメージがゴリゴリ入っていく。で、次は上から身代わりで。はい、身代わり出す。で、それと、カムラの実で素早さが上がる。木の実の名前忘れてた、今。これで、自分より速い相手に対しても、上から身代わりを打てるようになるんで、これがね、このミミック強いですね。で、受けパに対しては、この状態から痛み分けをすることで自分の HP も管理できるんで、このミミック、受けパ困ってる人にはね、おすすめです。対戦、ありがとうございました。やべえ、ついに来たわ。1万以内。19,900 位ぐらいまで今来たんだけど。ここ勝ちたいね。1万以内安定するようになりたいな。というわけで、トストさん対戦よろしくお願いします。あー、これあれだな。バンギラスで砂起こしして、砂嵐状態にする。で、砂かき、ハカドックとかいうやつで、多分ね、全抜き狙ってくるパーティーだと思うんで、いや、そこ結構警戒していきたいけど、このウェザル採用でブラッキー行って、で、この2体で何がきついかっていうと、ロトムが若干きついか。いや、ここキラフロール行きましょうか。一応ハカドックをね、助けて止めれるんで、この3体で行きましょう。さあ、対戦よろしくお願いします。ハッサム。オッケー。まあ、ハッサムだったらまあいいかな。で、この対面はね、どうしようかな。なんか別に突っ張ってもいいけど、なんかあんまり突っ張っても得ないような気がするけど。いや、どうしよう。ここ一回ビルド積みに行こうか。どれぐらいダメージ入るかな。あ、引っ込めてくるんだ。ありがてえ。何？あ、ボーマンだ。はい、残念でした。この世猿は特性負けん気でーす。
はい、攻撃グーンと上がる。でさらにビルドアップで攻撃と防御が上がる。ちなみにこのエザルはやる気で採用してる個体が多いんで、みんなねこの負けん気っていう特性をね誰も警戒してないんで、負けん気採用おすすめです。でここ多分ダブルウィングだよな。ここは下からフンドの拳で特殊。あぶな、特殊型かよ、怖っ。これでマンダしばいて、いや怖っマジで。助かったー、このエザルよく耐えてくれたわ。いや今みたいにさ、明らかに物理だっていうポケモンが特殊型にで育てられてると怖いよな普通に。これ多分バレパンだよね。あーこれブラッキン引いたところで虫技飛んでくるんかな。いやどうしよう、このエザル取っとく意味あるかな。え、でもここまで来たら多分ハカドックいないと思うんだよな。あと一体どうとかちゃうって考えると、取っといてもいい気もするよな。ちょっと一回ここブラッキー引きにします。多分ハッサもこだわりハチマキとかだと思うから、まあ、バレパンとか打ってきてくれれば5つ目でどんどんダメージ与えられるんで。かわいい！はい、バレパン。あー、ハチマキの火力ですね、これは。このブラッキーね、物理結構強めに育ててるんで、入りすぎ、さすがに。ここ多分引いてくると思う。引いてくるなら何かと思う。何かというと、いや、一回ここ、何しようかな。月の光で様子見かな。ハッサム引っ込める、はい。どう？あ、ロートームか。ああ、なるほどね。で、相手の最後のポケモンも見えた。俺あと何がいた？キラフロルか。ハッサムが多いな、やっぱり。ハッサム用に。どうしよう。ちょっと一回バックアウトで突っ張っていい？あ、電磁波。なんか電磁波狙ってきたんだけど、怖っ。あー、電磁波狙ってくるんだ、そこ。なんか厄介だな、そのムーブは。こっちは電磁波入れれないんだよな、相手電気タイプだから。とりあえず、特攻を下げまくるんかな、相手の。あー、電磁波下げて、多分ハッサムで上を取れるようにしようっていう意図での電磁波だと思う。ああ、そっかそっか。このブラッキーね、シンクロで採用してるんですけど、相手が電気タイプなんでね、効果がなかったみたいだね。で、ここは、一応イカサム打っとこうかな。ハッサム引きとかだったら、ちょっと美味しいダメージ入るんで、ボルトチェンジでハッサム引くよな、やっぱり。で、ここイカサム入れて、相手のハッサムを削る。相手のハッサム、いやー、痺れちゃうか、ブラッキーそこ。いや、きつい。ここ一回このエザル引きだね。このエザル切りで。いや、ハッサムにできたら電磁波入れてもよかったけどね。ブラッキーの HP 大切に取っとかないと、ちょっとこのエザル買った。やるな、このエザル。耐えるとは思ってなかったわ、さすがに。で、ブラッキーの HP 取っとかないと、ロトムが結構きついんで、キラフロール草技持ってるけど、相手のテラッサルまで考慮すると、ちょっと苦しいかな。っていうところで、ここはフンドの拳で退場かな？多分上から撃てると思う、これ。はい。いいダメージ入れろ！おらー！よし！耐久型だな、このロトム。お盆の実持ってるってことは。ボルトチェンジ。で、これはハッサムか、次。サイクル回してくるな。いやー、どうしようかな。
や、ここをキラフロル出して何ができる？ニードルガードで相手のハッサムちょっとでも削ることか。そうだよな、削ることしかできないよな。で、相手のハッサムがバレパン打ってきたらブラッキーに引く。で、それでいこう。ニードルガードで、相手のハッサムの攻撃を受けて、相手のハッサムちょっとでも削っとく。あー、テラスタルしてきてくれる。神。ちなみにキラフロル、ニードルガード採用してる人少ないけど、ニードルガードめっちゃ強いんでおすすめです。こうやって相手のテラスタルとか様子見できるし、でここニードルガードで相手のハッサム見る。で、バレパンでしょ？はい。で、ハチマキだから、ここは、ブラッキー引きで OK。ブラッキー引きで5つ目のダメージを入れに行く。はい。かわいい！多分そんなに入らないはず。いや、強えな、火力。5つ目でダメージ与える。で、ハッサムを、ニードルガードで倒せる圏内ぐらいまで入れてくれると、嬉しい。あ、いや、ここ月の光で粘るか？それが一番いいか？いや、そんなことないよな。イカ様でダメージ与えて、の方がいいよな。今の食らったダメージ的に、粘れるか？いや、でも、電磁波っていう、麻痺状態っていうそのリスクもあるんで、ここはイカ様かな。いや、月の光でいこう。耐えろ！ブラッキー、お前の耐久力を、見せてみろー！よし、いける。これ耐久できる。あー、動けないかー！ま、だったらあんまり関係なかったかな。マジかー。麻痺痛すぎー。あー、苦しい。いや、回復一回してくれたら全然違ったんだけどな、これ。まあこれあれだよな、受けちゃうよな。まあ一回ここニードルガードで、受けましょうか。バレパン、まずニードルガード受ける。ちょっと映像が途切れちゃったんだけど、これさっきニードルガードして、その後ですね。でここは、草テラッサルして、大地の力でいきます。ロトミオに HP を取っとかないといけないんで、ここは、しっかりキラフロの HP を大切に温存しときたい。できたらね、草テラッサルロトムまで隠しときたかったけど、まあ、ここは、そんなこと言ってる余裕ないんで、強すぎ。まあまあ、毒化粧あんま意味なくて、ここは倒せる。いやー、ブラッキー回復してくれてたなー、くれてたらなー。くー、映像も途絶えるし、ついてないぜ、まったく。で、ロトム。これ相手耐久型のさ、耐久型のロトムだったから、これワンチャンこっちの方が早い説ない？これヘドロウェーブでワンチャン倒せない。来た！俺の方が早い！いけ！オッケー！対戦ありがとうございました！はい、というわけで今日は2勝0敗。順位がついに1万位台まで来ました。この調子でね、4桁まで行きたいね。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。